吉見正マは、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。岩見国家の足軍津和野の三本松城を本拠とした国人、吉見氏の当主。大内氏、毛利氏の家臣。岩見国の国人である、岩見吉見氏は、鎌倉幕府初代将軍、源、頼朝の弟、のりよりを演奏とする姓は源氏の支流、吉見氏の傍流にあたる。年。 吉見来教の逸夫として誕生。当初は、岩わみつの狂言寺で創籍にあったが、天文9年、父より家徳を継いでいた兄、高志来が、不慮の死を遂げたため減俗して、家徳を継ぎ、高志来の性質であった大宮姫をめとった。正頼よりは、精錬な人物で、大内義高から厚く信任を受けた。天文19年4月。 長年諸領の境界を争ってきた、増田富士県が、一本松城や下瀬城を攻めてきたため、これを撃退した。天文20年8月、大内義高の密使として、相良武志人が正頼りのとに訪れる。そして9月1日には義高が、重臣の東高草の無本によって撃たれる。当氏と義見氏は、同じ大内家臣でありながら、応仁の乱以来の旧敵であった。 加えて高房は、当時正よりと領地をめぐって争っていた、増田富士県のいとこであり、高房自身も、増田氏側に味方をしていたことから、正よりは、反高房の急戦法として挙兵する。また、密かに、秋国の毛利元成と交渉して、決起を促した。しかし、吉高は、家臣同士の争いを好まなかった。天文23年。 大内軍による総攻撃を受けて三本松城に籠城するが、最終的にはこ後高来を人質に出し交わする。工事三年、元成の傍聴計略に際しては、毛利軍と同調して山口に進行。長戸国阿部軍にある都戦場から大内軍を排除して、山口北部の宮野口へ迫り、山口を陥落させた。同年、大内氏が滅ぶと元成の家臣となり、 岩見義家軍、長戸阿武軍、古藤軍、須王国沢軍内に所領を持った。元成も、吉高同様、正よりの清廉な性格を厚く信頼した。元気2年に元成が死去した後は、後を継いだ着村、毛利輝元の補佐を吉川元春から依頼されている。天正9年、備中国高松城への出陣を最後に、家督を、古、高来に譲って、 長戸阿武郡市月城に隠居。天正16年5月22日、またはうるう5月22日に、同地で死去した。去年76。雫城下に葬られたが、後に長戸阿武郡を追村、串山六に改装された。ありがとうございます。